私がここ数年間注力をしてきたのはいかにその競合に勝てるような組織を作り上げれるかということでございまして日本では DNA シーケンサーの開発経験者がいないということもありましてもともとグローバルに優秀な DNA シーケンサーの開発経験者を雇用するということがスピードをもう加速する上ではこれは必須要件になりますただ実際にグローバルにこう雇用し始めるとですね いい、えー、いくつか、まあ、あ解決しななききゃいけない課題が出てきます具体的に申し上げますとお2つのカテゴリーに分けられるというふうに思っています。1つは研究大学での研究からあ製品開発というそのトランジションですねその違いですね。もう1つは日本の研究開発のやり方とグローバルでの研究開発のやり方そこの違いをどう乗り越えるかと。おこの2つが ああそういう優秀な組織を作る上での大きな課題になります。今までの経験とか分野とかですね、そういうようなものが違うつまり大学と企業というその違いと国の違いがごちゃまぜになっているさまざまな年代とさまざまな成功体験とさまざまな技術のエキスパートのものが固まり集団になっているわけです。でこれはやっぱりこう一つの方向性でワンチームとしてですね、えー、こう まあ、あの研究活動のスピードを高めるために競合に勝つためにやっていくためにはいくつかの工夫をしなければならないというふうに思っていますで実際に今我々がやっていることはあの3つのですね指針というものをいつも繰り返し繰り返し言うようにしてですねそれを組織の中に浸透させるようにしています1つ目は、えー、多様性を尊重することですね、えー、半導体の研究の仕方はプログラミングとは全く違いますし その開発期間も違えば規模も違いますし成功の定義も全然違うわけですただお互いがどういうようなことが得意でなぜそういう意見を持っているのか文化の違いコミュニケーションのやり方の違いそういうのも自分が正しいという前にやっぱりその多様性を尊重してですね相手のやり方をまず尊重してみようとそれが一つです2番目は協調して問題解決をすることこれを得てしてですね え先ほどの,その多様性のところとも関係しますけども何か自分がやってることをこう伝えたり相手のことを理解しようとする前に自分一人ででややっっちちゃった方がが早いやとこうなりがちなりんですねでそうなってしまうと例えば日本は日本だけでやると米国は米国だけでやるとで蓋を開けたらこう重複してたり全く違う方向性だったりそうならないように何か問題があった時はチームで協調して問題解決をすると。 何を解かなきゃいけないのかどうやって解くのかとそれはあなた一人の問題ではなくて組織ととしてチームでやるんだとでこれをもう少し拡張しますと会社の内部だけではなくて外部を活用しましょうとつまり問題を解くことが大事なので自分が解くではなくて自分が解く人たちを集めれればあそれはそれで非常にすごい貢献をしていることになるわけです。 ですので内外を問わず強調して問題解決をするこれが2番目の方針です。で最後は透明性を担保すするとということですねあの我々は会社のゴールというものがあってそのゴールは部門間のゴールに分かれそれが個人のゴールに分かれています。ただ全社の全員が例えば、えー、半導体年中には私のゴールを見ることができますし私は半導体年中のゴールを見ることができますし 米国でも日本でも誰がどんなことがゴールになっていてやってるのかというのが全てわかるようになっていますし全ての情報は透明ですし全ての意思決定はフェアであるべきですしその意思決定の過程は全て皆に公表していくというような透明性ですねですのでこれはマネジメントの立場での透明性もありますし技術者の立場での透明性もありますし自分のやってることは結果が出るまで見せない ではなくて全て透明にした上でフェアにみんなから評価も受けますしフェアにプロジェクトを進めていくと評価もするとその透明性を担保するというのが3番目の指針ですでこの3つどれが欠けてもですねさっき申し上げました大学と企業の違いとかですね国の違いですとか成功体験の違いを乗り越えて一つのチームとして働くことは難しいというふうに思っておりまして、まあ、この3つがあったとしてもですね 問題はたくさん起きますただその3つを常に言うことによってあの問題解決のスピードは格段に上がってるんではないかなというふうに自分自身では思っています。